脱原発法制定運動は原子力発電を行っている国においてこれを取りやめる法律を制定することを求める市民運動社会運動1986年4月にソビエト連邦で起きたチェルノブイリ原子力発電所事故を受け日本社会では被災者救援活動事故による食品汚染の懸念ノンフィクション作家広瀬隆史による東京に原発を 危険な話のベストセラー、テレビ朝日系の深夜討論番組、朝まで生テレビの二度にわたる原発特集など原発の危険性に対する関心がかつてなく高まった。この時期、1960年代に始まった日本の原発反対運動は新たな紅葉を迎え、1988年4月の原発止めよう。1万人行動がその頂点を成した。 4月23日、原発立地の住民だけでなく食品汚染を心配する主婦ら3000人が集まり、分3回と政府交渉が行われた。翌24日、東京、日比谷公園での集会に、全国の反原発グループ、社会党、総評、減衰金など243団体、約2万人が参加し、銀座パレードを繰り広げた。集会では、 高木にサブローら主催した実行委員会が中心となって、脱原発法制定運動が提案され、国民投票制度のない日本で、憲法の請願権を足掛かりにして、請願署名と超党派の議員立法で可決を目指すと、された。10月23日、反原子力の日とされ、東京で集会、脱原発法制定に向けて100万人署名運動が、提起された。 1989年12月、脱原発法ネットワークが結成された。350万筆の署名が国会に提出され、日本社会党衆議院議員、小沢勝介、後藤正樹らの脱原発法試案などが公表されたものの国会提出に至らず、結局政治は動かず、脱原発法制定は果たされなかった。法案骨子は以下の通りであった。 2011年3月の福島第一原子力発電所事故以降、原子力発電の危険性についての懸念が高まり、集会や街頭でもを含む反対運動は、立地地域から大都市部まで新たな広がりを見せている。2012年8月、弁護士や作家らのグループが20年ぶりとなる脱原発を実現するための脱原発基本法制定に向けた取り組みを開始。 廃炉の目標を、遅くとも2025年度までのできる限り早い時期、などとする、要項案を策定、超党派による、議員立法を目指している。2012年10月、脱原発を目指したエネルギー政策の基本法、脱核エネルギー転換社会のための基本法案が、初めて国会に提出されると報じられた。最大野党民主党合党の元職員によると、法案は、 新規の原発建設の取りやめを明記し、韓国最古のふるさと原子力発電所1号機など、当初の設計寿命を超えているものは廃炉にし、他の原発も、設計寿命までに順次運転を停止するとの内容。2002年、デアハルト・シュレーダー連立政権は稼働中の、全原発を停止する脱原発法を制定した。これに対し、2009年10月28日に、 成立した第二次、メルケル内閣は脱原発を先送りし、17基ある原発の稼働年数を平均で12年に延長することを決めた。2011年6月30日、ドイツ連邦議会は国内の原子力発電所を2022年までに全廃する法案を賛成多数で可決した。野党のドイツ社会民主党と同盟90、緑の党が ドイツキリスト教民主同盟率いる連立与党の案に賛成し、可決された。2011年5月25日、政府は2034年までの脱原発を決定した。2011年6月13日、原子力発電再開の是非を問う国民投票が実施され、投票者の約95%が脱原発を選択した。ありがとうございます。